ドラガン・ストイコビッチはセルビアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー、フォワード、サッカーセルビア代表監督。愛称のピクシーは少年時代に見ていたアニメ、ピクシーディクシーの主人公のネズミの名前に由来している。本来の綴りはピクシーであり、ピクシーという綴りはメディアがつけたものである。ラドニチュキニシュでプロデビューし、 1986年にレッドスター、ベオグラードに移籍すると、ユーゴスラビアプルバリーガで2度の優勝を経験した。1990年に、フランスのオリンピックマルセイユに移籍し、UEFA チャンピオンズリーグ1992から93で優勝したが、チームの八王朝問題によってタイトルは剥奪されなかったものの、チャンピオンとして活動する権利を失った。 1994年から2001年まで日本の名古屋グランパスエイトに所属し、2度の天皇杯、全日本サッカー選手権大会優勝に貢献した。サッカーユーゴスラビア代表では、ユーロ1984出場、1984、ロサンゼルス五輪、1988ソウル、五輪出場、1990フィーファワールドカップ、 1998FIFA フフワールドカップ、ユーロ2000進出などに貢献した。現役引退後は、ユーゴスラビアサッカー協会会長や、レッドスター、ベオグラード会長を務めた。2008年から2013年まで名古屋の監督を務め、6年の任期中に J1 リーグ戦優勝及び、準優勝各1回。 天皇杯準優勝1回 AFC チャンピオンズリーグ2009でベスト4の成績を残した。1965年3月3日、セルビア第二の都市に主近港に生まれ、3歳の頃からストリートサッカーに興じていたという。14歳の時に FK ラドニチュキシュの下部組織に入団し、16歳でトップチームに昇格した。当時のユーゴスラビアには、 レッドスターベオグラード、パルチザンベオグラード、GNK ディナモザグレブ、HNK ハイデクスプリトの4つのビッグクラブがあり、それ以外のクラブから代表選手が招集されることは稀だったが、18歳の時に初めてユーゴスラビア代表に招集され、フランス戦で初出場してミシェル・プラティニとユニフォーム交換をしている。1984年6月2日、 代表2キャップ目のポルトガル戦で初得点を記録し、その直後の UEFA 欧州選手権1984に出場するもグループリーグ参戦全敗で敗退した。フランス戦では大会最年少得点を記録し、UEFA ユーロ2004にてウェイン・ルーニーに更新されるまで破られることはなかった。同年のロサンゼルスオリンピックでは銅メダルを獲得し、 大会中に招集令状が届いたため、コソボ自治州に派兵されたが、彼が1年間サッカーから離れている間に、ラドニチュキは2部リーグに降格した。プロサッカー選手として活動する傍ら、地元2種の大学で経済学を学んだ。1986年には、レッドスターベオングラードに移籍し、ラドニチュキにはスタジアムに照明灯をつけられるだけの、 巨額の遺跡金とレッドスターの選手レギュラー5人が対価として支払われた。遺跡直後からベリボル・ワソビッチ監督に実力や人間性を高く評価され、レッドスター史上最年少でキャプテンに就任すると、1986から87シーズンはいきなりチームトップとなる17得点を記録、1987から88シーズンにもチームトップ、 リーグでも、得点王争い2位の15得点を記録しディナもザグレブから移籍してきた若き天才、ロベルト・プロシネチュキやフルスのラドニツキニシュから移籍してきた親友ドラギシャ・ビニッチと共にプルバ・リーガを制した。1988から89シーズンの UEFA チャンピオンズカップ2回戦では AC ・ミランと対戦し、敗れはしたもののこの2試合で2得点を決め、 大会通じで全4試合に出場し3ゴール4アシストの大活躍で自身の名前を西側のクラブに印象づけた。1988年ソウルオリンピックに出場し3試合に出場して2得点1アシストと活躍した。1990フィーファワールドカップヨーロッパ予選ではフランスを破る得点を決め8勝2分の成績で本大会出場を決めた。 1989年5月には人格、人気、実力を兼ね備えた選手に贈られるクラブの星人の称号を手にした。この称号はクラブに長く貢献した選手への厚労省のような側面を持っており、在籍わずか3年の24歳の若手であったストイコビッチの受賞は極めて画期的なことであった。 レッドスターでは1988年から1990年まで3年連続でリーグ最優秀選手に選ばれた。イビチャオシムが監督を務めるユーゴスラビア代表の一員として1990年に自身初の FIFA フフワールドカップに臨んだ。1990FIFA フフワールドカップグループリーグ初戦の相手は西ドイツであったがローター・マテウスに完璧に封じられた。 コロンビア戦やアラブ市長国連邦戦でも本領を発揮するには至らなかったが、決勝トーナメント1回戦のスペイン戦では直接フリーキックの得点を含む2得点を決め、ガゼッタデドスポルト氏の採点で8.5の高評価を受けた。ディエゴ・マラドーナとの背番号1対決となった準々決勝のアルゼンチン戦は PK 戦までもつれたが、その一番手として蹴ったキックを失敗し、 そのまま破れて大会を後にした。FIFA ワールドカップ前の1990年1月、フランスディビジョン案に連覇中のオリンピックマル聖ユと移籍金500万ポンドで契約を結んだ。当時のユーゴスラビアでは26歳以下の選手は海外移籍することが許されていなかったが、特例で移籍が認められたのであった。フランス代表のジャンピエール・パパンやエリック・カントナ、 イングランド代表のクリス・ワドル、ガーナ代表のアベディ・ペレなど名選手が揃う中で背番号10を与えられたが、1990から91シーズン開幕早々の FC メッセンで左膝を負傷し、シーズンの大半を棒に振った。サッカー選手人生で幾度もの膝の負傷に悩まされたが、この時の怪我の度合いは引退を考えるほど深刻であった。 UEFA チャンピオンズカップ1990から91決勝では、古巣のレッドスターと対戦したが、試合終了間際の数分間しか出場できず、PK 戦の末に敗れて、準優勝に終わった。1991から92シーズンは、セリエ A のここをエラスベローナ FC に、レンタル遺跡、怪我の影響もあり多くの試合を欠場したが、リーグ後半戦は、 出場機会を多く得て、三十一節のアスコリ戦で、セリエ A でのリーグ戦で、唯一のゴールを決めた。怪我で離脱中、チームは、チャンピオンズリーグ決勝で、AC ミランを破りチームは、優勝を果たした、リーグ戦で五連覇を達成したが、バランシェンヌ FC 監督のボーロプリモラツが、マルセイユのヤオチを告発し、九百九十四年三月二十三日に、ディビジョンル公格。 UEFA チャンピオンズカップ優勝自体は認められたもののチャンピオンチームとしてトヨタカップ UEFA スーパーカップへの出場権が剥奪されることが決定した。クラブは2年間の契約延長を申し出たがストイコビッチはそれを拒否し半年間という期限を定めてヨーロッパを離れる決断をした。ユーゴスラビア代表では UEFA ユーロ92予選を 八畜の勢いで勝ち進み、七勝一敗で通過したが、予選期間中に、クロアチアがユーゴスラビアからの分離独立を宣言し、ズボニミール、ボバン、f w ダボールシューケル、ロベルトヤルニなどの主力選手が、クロアチア国籍を取得して、チームを去った。代表チームは、ストックホルム入りして、最後の調整に励んでいたが、内戦への最低として、国連が制裁措置を取り、 ユーゴスラビア代表は UEFA ユーロ92の出場停止処分を受けた。6月13日、日本プロサッカーリーグの名古屋グランパスエートと年俸5000万円で契約し、マルセイユには遺跡金9000万円が支払われた。大物外国人として騒がれたゲイリー・リネカーが十分に活躍できなかったこともあってか、ファンやマスコミはストイコビッチを会議的な目で見る者も,も多かった。 7月16日の浦和レッドダイヤモンズとのプレシーズンマッチでチームデビューし8月10日のセカンドステージ開幕戦のサンフレッチェ広島戦でリーグ戦デビューしたが試合開始18分で2枚のイエローカードを提示され散々なデビュー戦となった豪雨の中での試合となった9月17日のジェフユナイテッド市原戦ではリフティングドリブルで観客の度肝を抜き さらに遺跡後初得点となる直接フリーキックを決めて、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。9月21日のジュビロ・岩田戦では加入後初の2ゴールを決めて勝利したが、9月23日にゴードン・ミルンが監督を辞任し、三浦哲郎が暫定監督に月式を取ったが、セカンドステージは再開に終わった。かねてより公認監督に推薦していた。 アーセン・ベンゲルが1994年11月に監督に就任したため、半年間だけの在籍という予定を変更し、年俸5500万円で契約を公開した。12月には、ユーゴスラビア代表への制裁措置が一部解除されたため、代表の新キャプテンとして12月23日に行われたブラジルとの親善試合に出場した。開幕からしばらくは会に低迷した。 ストイコビッチ自身も判定に対する苛立ちから審判に食ってかかり、出場停止が明けては退場処分を繰り返し、負けが続いたチームの足を引っ張った。しかし、5月の中断期間に行ったキャンプで、ベンゲルの戦術が再確認され、ファーストステージは15勝11敗の4位でシーズンを終えた。ベストイレブン投票では、ミッドフィールダー部門最多の得票を集めて選出された。 セカンドステージ開幕戦のジュビロ岩田戦では1得点、3アシストの活躍で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。ファンは彼のプレーに魅了され、応援団のコールで叫ばれる名前は、ストイコビッチから、ピクシーに変わった。ベルディ・川崎との直接対決に敗れて、優勝は果たせなかったが、17得点29、アシストの活躍を見せ、得点王の福田正宏に大差をつけて、 リーグ最優秀選手に選ばれた。天皇杯ではビッセル神戸や鹿島アントラーズを退けて決勝に進出し、決勝ではサンフレッチェ広島に3から0で解消して優勝を果たした。1996年初の公式戦となったゼロックススーパーカップでは横浜マリノスと対戦し、2から0で解消してタイトルを獲得した。 彼自身は3ステージ連続でリーグ開幕戦に得点し、チームは開幕から7勝1敗と絶好調だったが、急に失速して、ファーストステージを10勝5敗の6位で終えた。5月26日には、キリンカップにユーゴスラビア代表として出場し、キャプテンとして臨んだ日本戦で代表50キャップ目を記録した。セカンドステージ途中、9月28日の カシワレイソル戦をもってベンゲルが監督を退任したが、最終的には21勝を9敗で2位という、好結果を残した。ベンゲルは退団の際、契約が切れるストイコビッチをアーセナルに連れて行くことを熱望し、アーセナルでのプレーの役割、獲得予定の選手について説明するなど、何度も説得を試みた。また本人もアーセナル遺跡について考えたが、 9月12日にはクラブとの契約を2年に延長して残留を選んだ。10月30日の V 川崎戦では中村正しに頭突きを見舞い3試合の出場停止処分を言い渡された。J リーグチャンピオンファイナルで優勝し MVP に選ばれた。11月にはアジアカップウィナーズカップに出場して準優勝した。3月2日 サンワーバンクカップの DC ユナイテッド戦では一得点にアシストの活躍で MLS 王者を下した。しかしリーグ戦では前年の快進撃が嘘のように歯車が噛み合わず7月9日の横浜マリノス戦では提示されたイエローカードを逆に主審に突きつけ審判を侮辱する行為だとして4試合の出場停止処分を受けた。ナビスコカップでは準決勝に進出したが リーグ戦のファーストステージは12位、セカンドステージは5位、天皇杯は東京ガスサッカー部に敗れて、初戦敗退と振るわなかった。1998FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選には毎回日本から駆けつけ、1位通過はスペインに許したが、プレーオフではハンガリー相手に2試合合計12の1で対象して、本大会出場を決めた。 ファーストステージは試合ごとの浮き沈みが激しかったが、終盤の追い上げで3位に順位を上げて、幕を閉じた。制裁措置解除後初の国際大会出場となった 1998FIFA ワールドカップグループリーグのドイツ戦は2の2の引き分けに終わったが、ストイコビッチを中心とした華麗なパス回しでピッチを支配し、自身も1ゴールを決めて、一時は2から0という勢に、試合を進めた。 決勝トーナメント1回戦のオランダ戦では、スロボダン・コムリエノビッチの同点弾をアシストするフリーキックを蹴ったが、ロスタイムに決勝点を決められて敗れた。ワールドカップ期間中には、欧州のクラブへの復帰が噂された。8月16日に行われた J リーグオールスターサッカーでは、同点となる得点を決めた他2点目と3点目の起点にもなり、 二年連続で MVP を受賞した。セカンドステージも優勝争いからは早々に脱落。天皇杯は準決勝で清水エスパルスに敗れた。1999年にはロペス・ワグナー、山口祖、広市、奈良崎聖豪の三人の日本代表クラスの選手が加入し、リーグ戦初優勝が期待された。3月6日。 アビスパ福岡との開幕戦では3年ぶりにヘディングで得点を決め、最先の良いスタートを切ったが、3月24日には北大西洋条約機構による母国ユーゴスラビアへの空爆が開始され、それが6月10日まで続いた。それまではできる限り政治的な発言は控えてきたが、3月27日の神戸戦後に NATO ストップ、ストライクスというアンダーシャツを見せて、 空爆への抗議行動をとり、J リーグより注意を受けた。優勝候補筆頭に挙げられた、ファーストステージは7勝7敗の8位に終わったが、セカンドステージ途中に、ジョアン・カルロスが監督に就任するとチームは息を吹き返し、クラブ記録を更新する10連勝で、セカンドステージは11勝3敗の2位と巻き返した。フランスやオーストリアのクラブからのオファーもあったが、 約3割の減額を飲んだ年俸1億3000万円で契約を1年間延長した。この年のリーグ戦ではアシストランキングで1位となる16アシストを決めた。天皇杯決勝のサンフレッチ広島戦では1得点、1アシストの活躍を見せ、2度目のタイトルを手にした。UEFA ユーロ2000予選は政治的理由からユーゴスラビア代表に不利な日程を余儀なくされ、 最終節までユーゴスラビア、アイルランド、チェコの3カ国が首位を争ったが、最終戦でクロアチアに引き分けて本大会出場を決めた。1月1日に開催された第79回天皇杯、全日本サッカー選手権大会戦では1ゴールを決め、2度目の天皇杯優勝に大きく貢献した。3月4日、ジュビロ岩田と対戦したゼロックススーパーカップは、 PK 戦の末に敗れた。5月6日の V 川崎戦では、約25メートルの距離から直接、フリーキックを沈め、J リーグ史上23人目となる、通算50得点を達成した。UEFA ユーロ2戦では、世代交代を進めたい、監督のブヤディンボシュコブに礼遇され、控え選手の立場で大会に臨んだが、グループリーグ初戦のスロベニア戦では0の3の場面で、 途中出場して3から3の引き分けに持ち込み、チームに欠かせない存在であることをアピールした。ノルウェー戦では、先制点の起点となるフリーキックを放って、マンオブザマッチに選ばれ、スペイン戦は、試合終了間際に逆転負けを喫したものの、グループリーグを2位で辛くも勝ち抜いた。決勝トーナメント1回戦では2年前に敗れたオランダと対戦し、1から6の大差で敗れた。 この大会がユーゴスラビア代表として臨んだ最後の主要大会となった。8月26日に行われたたら、ミオールスターサッカーでは直接フリーキックを決め、1996年1998年に続く3度目の MVP を受賞した。セカンドステージ途中に大岩剛、し、月ちづ平野隆の3選手に、 突然の戦力外通告が告げられたため、ストイコビッチを含め選手たちには動揺が走り、優勝争いには全く絡まずにシーズンを終えた。来日7シーズン目で初めて退場処分を受けなかった。11月30日に契約を半年間延長し、契約が満了する2001年7月末をもって現役引退することが発表された。ファーストステージは、 開幕から5試合で4勝1分と、好調な出出しだったが、6節で岩田との直接対決に敗れたことが、きっかけとなり、岩田に優勝をさらわれた。ファーストステージの最終節を前にした7月14日のサンフレッチ広島戦で、試合終了間際にイリーグラストゴールとなった、決勝ゴールを決め、3から2での勝利に貢献。最終節7月21日の東京 V 戦で、 グランパスの選手として最後の公式戦出場を果たした2001年4月25日には 2002FIFA ワールドカップ予選のロシア戦に18分間出場したキリンカップの日本との親善試合でユーゴスラビア代表のユニフォームを脱いだこの試合後にはユニフォーム交換の依頼が殺到し彼の人気の高さを改めて実感させた名古屋では リーグ戦178試合に出場し、55得点を記録した。そのうちの14得点はペナルティキックによるものであり、6得点はフリーキックを直接決めたものであり、1得点はコーナーキックを直接決めたものである。木村元彦によれば、アシスト数は95を数え、アシストした回数が最も多いのは岡山哲也である。 7年間の間にもらったイエローカードは69枚、退場処分回数は13回に上った。引退直後には名古屋とテクニカルアドバイザーの契約を締結した。2001年9月にはトヨタスタジアムの北10番ゲートがピクシーゲートと命名された。10月9日にはトヨタスタジアムで引退記念試合を行い、10月30日には2種のチャイルスタジアムにて、 引退記念試合を行った。同年9月には、ユーゴスラビアサッカー協会会長に就任し、2005年に、レッドスター、ベオグラード会長に就任するために、サッカー協会会長を辞任した。2004年3月には、日本外務省より、西バルカン平和定着、経済発展のための平和親善大使を移植された。同年7月には、 セルビア・モンテネグロの治安の悪さを理由にパリに移住した。2007年10月12日何かを終わりにし新しいことを始めるちょうどいい時だと発言してレッドスター会長を辞任した。常に自分が主体となって試合を組み立てることを好みシンプルなパス回しと変幻自在のドリブルから決定的なパスを狙うプレイが持ち味である。 ボールコントロールが巧みでフリーキックも得意である。イビチャオシムアストイコビッチについて技術が高いだけでない。ピクシーは人を動かして自分も動ける。彼はセルフィッシュではなくコレクトな選手だったと評している。両親と一人の姉がいる。レッドスター、ベオグラード遺跡直後にファッションデザイナーをしていた現在の妻と知り合い。 レッドスター時代に長女が、マルセイユ時代に次女と長男が生まれた。サッカーの試合の都合で結婚式を3回キャンセルしたため、1991年6月21日に、ようやく妻と結婚式を挙げた。1995年11月15日には、観光のために来日していた義母が脳内出血により急性し、それ以後は昭和区にある聖教会の教会を、 自らの寄り所とした。監督就任後、長男のマルコ・ストイコビッチは、グランパスの下部組織に在籍していたが2010年に退団した。この後マルコはパリへ戻ることになり、ストイコビッチは、彼の転校手続きのためにシーズン中であったがチームを一時、離れている。ストイコビッチは大の新日課として知られている。名古屋在籍時の1999年、 母国セルビアのバスケットボール選手で共に出場したロスゴリン以来の信仰を持つブラディディバッツとの対談が組まれたことがあった。対談は大いに盛り上がり予定時間を超過したが、彼は神社仏閣の美しさからタクシー運転手の親切な振る舞いまで様々な事情を引き合いに出し、いかに自分と家族が日本を好きかということを興奮気味に語り続けたという。 ベオグラードの日本大使館員に真剣に一時期化の相談をしたというエピソードもある。趣味は盆栽で夏には浴衣を着て家族と寺院で記念撮影をする。名古屋のゼネラルマネージャーとして共に仕事をした久米和正によれば日本語はすでにペラペラだが選手と距離を作るためにあえて話さないという。日本のお米はファンタスティック来日から1年が たった頃にストイコビッチは食生活においても日本食好きを公言している。名古屋在籍時の1995年、ホテルのバイキングで中西哲夫が食べていた納豆に初めてトライし、それ以後は納豆が大好物になり海外キャンプに行く時も納豆を持参するようにクラブにリクエストしていたが、1997年のオーストラリアキャンプで朝食に納豆が出されなかった。 ことに激怒し、クラブスタッフを日本食食料品店に買いに行かせたこともあった。他にも生卵、うどん、鮎の塩焼き、梅干しなども好物であり、梅干しはとりわけ大きくて柔らかいものが好みである。鮎に関しては鮎を食べるために柿キャンプに行くと言われるほどで、故郷の2種に似ているという岐阜県日田市での約1週間のキャンプ期間中に30匹の鮎を、 食べたとも語っている。縄張りを持つアユの習性になぞらえて、選手たちにアユのファイティングスピリットを見習え、というアドバイスを送ったこともある。日本食に加えて、イタリア料理も好んでいる一方で、中華料理などの油を多用する料理は好んでいない。1998FIFA ワールドカップ直前に行われたユーゴスラビア対日本のテストマッチでは、君が予演掃除に、 ブーイングが響いたが、彼が、スタンドに静寂を求めると、途端に静かになった。これら彼の日本好きというイメージから派生したものでは、ないが、ストイコビッチという名前に漢字を当てた、須藤彦一という日本名を持っているとのネタが、存在し、週刊朝日等の週刊誌で実際にこの話題が、取り上げられたことがある。しかしこれは、木村元彦が、2000年頃に、とあるスポーツ紙に、 冗談で書いたもので、本人が知るはずもなく、事実ではないとコメントしている。なお名古屋監督退任後の2015年4月、外務省より、日本、セルビア間の相互理解の促進及び我が国の、サッカー界の発展に寄与の理由で、朝日賞受賞が授与されている。母語のセルビア語の他に、英語、フランス語、イタリア語を話せる。公式会見では英語を使用している。 名古屋でチームメイトだった浅野哲也の長男が1998年3月3日に生まれたまたまストイコビッチと同じ誕生日であったことから名付け親を買って出たしかし浅野にリクエストした名前はドラガンであり日本人としては得意すぎたため浅野は仕方なくがの一文字だけ譲り受けて息子を命名した2011年2月6日 ユーロスポーツ他の英国各紙は、アーセナル FC 監督のアーセン・ベンゲルが、自分の公認であるべきと思う人物として、ストイコビッチの名前を挙げたと伝えた。ベンゲルは、セルビア市に対し、自分の公認がストイコビッチであれば嬉しい。それには100の理由がある、アイデアが同じ。共に完璧なサッカーを求める、彼がパスとプレスを対応した。 アタッキングサッカーを実践するチームを目指していたし、そうしていたのを知っている。それは彼が良いコーチになることを示していると語った。現役時代は喫煙者であり、その胸をスーパーサッカーで小倉隆が語ったことがある。クラブ、ありがとうございます。